どうもお願いします。たけえなおい和田とブチで和田ブチと申します。お願いします。お願いします。いや俺ちょっとお前に言ってなかったことあって。もう何ですか急に。もう俺水族館経営してんだよね。水族館珍しい。めっちゃもう先祖代々水族館の家系。どんな家系なんですか。まあ水族館ってまあ例えば美ら海とか海遊館とか結構特徴的な名前だったりするけど、どんな名前なの。じゃあ海遊券。中華屋かよ。じゃその海遊券の自慢の魚とかいるんですか。うちはもうすごいでっかい5メートルのやつがいますから。5メートル相当でかい。サメとか。いやアニサキ。キモ。アニサキさんの刺身とかに入ってるあのちっちゃい腹壊すやつ。それは5メートルバージョン。気色悪すぎるだろうな。じゃあ水族館といえばイルカショーとかもあるんですか。ああうちのはもうテレビ出たことありますから。えイルカテレビ出たことあるの、うん、すごいね。動物番組。いやパラディソの CM。 あれお前のこと。最後パラディソっつってイルカ泳いでるけどあれ実写だったのね。あとあの小判ザメ知ってる。あの頭に小判のついてるね。そうそううちのその小判引っぺがして QR コードつけてる。どこキャッシュレスどこキャッシュレスにしてんだよお前。小判ザメ持ってピッてやんのかお前。持ってピッてやったら天津飯出てくる。やっぱ中華じゃねえか。いい加減にしろ。よいしょ。